トゥー1でやったノーズとテールを上げれた。あとはショービットをやってみましょう。こんにちは、ショービットします。ショービットのスタンス、僕はレギュラーなんで、僕はレギュラーなんで右足が後ろです。で、スタンスですけど、弾く足、この場合ショービットなんでシャクルとかまくる足って言った方がいいんですけど、はだいたいボードのキックっていう、こう角度ついてて、この辺ですね、この辺に足の、そうです、つま先がちょっと出るぐらい、つま先がちょっと出るぐらいの位置に乗せて、で、前足は、まあ、ある程度の位置だったら、あんまり広げすぎず狭すぎずのちょうどいい位置に置いて、まあ、スタンスはこんな感じです。で、やり方なんですけど、普通だったら踏んで弾くんですけど、ショービットは弾かずに指先をちょっと引っ掛けるような感じでシュッと、これをまくるとかしゃくるっていうんですけど、そうやってする技です。なんで、あまり下に踏み込むようなことは意識せずに、ズリッとズリッとズリッとしたら回ります。回るはずです。まずは回転させるようになるまで、このまくる足、しゃくる足の練習をした方がいいと思います。さあ、最初はまず後ろ足だけで板を回しつつ練習から始めましょう。さっき教えたようにつま先をこのキックの場所に置いて、後ろにこうやってあげる、しゃくってあげる。それを前足があったら邪魔になるから押さえてたら回らないんですよね。こうだから前足はちょっとだけじゃん、ほんのちょっとでいいから、で後ろ足はしゃくってあげる。で、この動きを板の上でキックの場所に置いて、前足は自分の好きなところに置いて、で前足ちょっと浮かせて後ろをこんな感じでまずは練習します。ショービットができるようになったら、もしくはちょっとできずに、できなさすぎて行き詰まってしまったら、フェイキーのスタンスでやってみるのもちょっと息抜きも兼ねていいと思います。フェイキープッシュはもう習ったと思うんで、今度はちょっとスタンスが、そうですね、いつも滑り慣れてるメインのスタンスとは逆になってしまうんですけど、フェイキースタンスだとしゃくるのをあんまり意識せずに、ある程度ちょっと踏んだだけで勝手に回ってくれると思います。前も後ろも。なので、まあ、やってみるのもいいと思います。フロントサイドショービットですけど、バックサイドはつま先をちょっと出すぐらい言いましたが、フロントサイドの場合は逆にかかとが出る、こんな感じなんですよね。こうでもないし、バックサイドがこうだったからといってこうでもないんですけど、なんかこうでもないんですよね。こんな感じで足の甲の裏がちょうどここに来る感じかな。かかとがちょっと出る、そして若干寝かせるっていうんですかね、若干開く、きっちりこう板に対して垂直にしてしま
わない方が僕はやりやすいです。で進みながらちょっと踏んだら、ちょっとこの時も、そうですね、抜き足の方はまあある程度板の回転の邪魔にならないように少し浮かす。そしたらあとはこのテール側のウィールを軸にくるっと回ってくれるはずなんで、あとはそれに乗りに行けばできると思います。最初から乗りに行かずに、まずは回転をどのぐらいの強さでまくったらショービットの回転がちゃんとするのかっていうのを自分が覚えるまで体で、でやって、徐々にまずは回せるようになったら片足から乗れるように、こうですね、こう最初はスタンスを自分で決めて、まずはショービットの回転をできるようにする。その後は片足を乗せれるようにする。そして最後に両足で乗れるまで頑張るという、この3ステップでいきましょう。まず一つ目はしゃくり足というか、しゃくり方を覚えて乗ろうとするあまり、肩が開いておかしい方向に自分が回っちゃったりしてる人がいます。板は90度だけど自分がこう向いていこうと、乗りに行こうとする気持ちはすごいいいんですけど、これだといつまで経っても180度板を回して綺麗なショービットができないので、肩は飛ぶ前の位置と同じ方向を向けれるように、こうですね、これに板の回転を入れる、肩がどっちにも入っていきすぎないように、ちょっとだったらバランス取るぐらいで大丈夫なんですけど、それともう一つは、今度はもう回せる回せないに関わらず、ジャンプした後どうしても両足が揃ってしまう人がいます。これはとても危ないです。ものすごい真上に乗れるんなら大丈夫ですけど、もうちょっとでもどっちかに重心がいったら死にます。死にますよ、これマジで痛いんで。これ痛いし、飛んでった板の方向にいる人も危ないです。まあ、これはどの技に関してもそうなんですけど、だからなるべく最初のスタンスと同じぐらいで、肩と同じようにある程度足を開いたまましゃくって、ある程度足を開いたまま今度は乗る。できればこのビスの上に両足が来るのが一番理想的です。そしてなおかつビスの上を目指しすぎて肩が曲がってしまうとかいうところまでこう気をつけて、それをずっとやっていたら乗りますよ、すぐにショービットができるようになったら、もしくはできずにちょっと行き詰まってしまったら、まああまり一つの技に夢中になりすぎるのもちょっと疲れてしまうと思うんで、できそうな技をちょいっとちっちゃってしまったらいいんですよ。スケートボードは楽しく滑るのが一番なんで、そんな感じで頑張ってください。ありがとうございました。